今日はですね、バーカウンターのあるスタジオで撮影してます何の撮影かっていうと 90% ファンティアの撮影してます。今、ファンティア、ファンクラブのお客様向けに動画とか写真をね、たくさん撮影してるんですけども、数あるファンティアをされている、ね、皆さんがいらっしゃる中、私も一人に、ね、選んでいただいたということで、ファンクラブの方にね、喜んでもらうためにもうめちゃくちゃ頑張ってます。ですごいいい動画もいい写真も撮れてますので、ぜひ皆さんこれからも応援よろしくお願いします。で、このバーカウンターで何を話そうと思って、はい、お酒あるのでお酒のお話で、今いろいろ並んでるんですけど、実はこの中で私がめちゃくちゃ愛してるお酒が2つあります。何だと思う？私とご飯とか行くお客様はね、分かってるよね。行くのはホッピーあるところ喜びよねって分かってます。もうすっごい大好きで、理由はないんだけど肌に合う。黒霧、芋ジョブチュ大好き、めちゃくちゃ好きですね。ネクヨママはシャンパンとかワインばっか飲んでるんでしょってよく言われるんですけれども、そんなの毎日浴びるように飲んでいたら私今頃現役でお仕事はできません。シャンパンとかワインも好きですよ、大好きなんですけど、やっぱり普段はホッピーとか黒霧島を迷わず選択してます。ちょっとそこから話をちょっと掘り下げていくんですけど、私ってこうセクシーなことをやってるし、仕事もそうですし、皆さんに発信してるのも、女性がいくつになってもセクシーでいると幸せよっていうね、そういう発信もしてるんですけど、私ね、実は中身は親父です。かなりおっさんだと思うんですよ。おっさんって言い方失礼ですよね、男性に。はい、中身男です。塾長の皆さんにお話ししたいんですけど、中身がちょっと男性性があるって結構大事です。塾長がモテる秘訣なんですね。塾長だから女だから、いつまでも女らしくいるのは大事なんですけど、やっぱり年齢は重ねてくるわけじゃないですか。若さとか綺麗さとかそういうものは若い女性には勝たないわけですよ。そこをちゃんと認めた上で、男性がなんで私に興味を持ってくれるのか、なんで私とデートしてくれるのかと考えるわけですよね。そういう中に私のこの男性性という部分、これだからお付き合いしてくださってる方が本当に多いんですよ。今日まで話してると、女性なんだけど異性とか関係なくめちゃくちゃ楽しいとか、私も男性とお話ししてる時に、女とか男とか、なんかこういったところでお話ができたりすると、あ、この人とは一生付き合いしたいなとか思ったりするんですよね。なのでぜひ年を重ねた塾長の皆さんは少し男性性というものをね、見つけた方がいいと思います。まあ別にホッピー飲めとか、クルクリシマ飲めっていう話ではないんですけど、ただ私が私ホッピー好きなんですよって言うと、このギャップですよね。ギャップという部分でも男性は面白がってくれたりとかしますし、女の人もそうですよね。なんか生きようってただ単に女を売ってるだけと思ったけど、なんか中身見たらめちゃくちゃ面白いんですねとかね、結構言われます。でもそれも私の一つの魅力かなと思ってるんですね。はい、なのでぜひ塾長の皆さん、男性性も身につけてください。そうするとモテる幅が広がると思います。今日は私の好きなお酒ホッピーとクルクル島を通じて塾長がモテる秘訣をお話ししました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。